100m、200m、日本選手権優勝、サニブラウン・アブデルハキーム、東京会場、ロード世界陸上 4×100m リレー、多田修平。日本陸連アスレティックスアワード2017アスリートオブザイヤーは荒井博興選手です。このような素晴らしい賞を受賞することができて本当に光栄な気持ちでいっぱいですし、今後はやはり2020年の東京オリンピックに向けて準備が進んでいくと思いますし、私自身も東京オリンピックで最高の結果を残せるようにこれから日々精進をしていきたいと思います。特別賞は男子 100m 日本人選手初の9秒台9秒98の日本記録を樹立した桐生祥秀選手です。本日はこのような素晴らしい賞をいただき誠にありがとうございます。まだまだ自分のタイム的にはいいところまで来たんですけど、やっぱり世界の舞台ではまだ活躍することはできていないですし、個人として強い部分もあったり弱い部分もあったりするところがあるんですけど、それを2017年よく分かった点でもあり、2018年のまたそれが改善点かなと思う、改善点だと思うので、しっかり速さと強さがある選手になりたいと思うので、これからも応援のほどよろしくお願いします。